幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です、飯田さん、はい、今週からですね、なんと3週にわたって、何ですか、もうちょっと忘れてたかもしれませんけど、何、昨年の12月3日、はい、中野ゼロショーホールで行われた公開収録の模様をお届けしますということです。そんなことやってないよ。遠い昔、記憶にございません。おーおー、何月、政治家今何月よ、そもそも。今は何月になるんですか。2月の9日配信予定、うんうん、いや、なんか今明けましておめでとうございます、そうですね、億万さん。そうなんですよ、初めて会いましたから今年。いや、そんなことないでしょ。あ、今年収録ね。あ、収録ではね。ちなみにだって今、はい、1月23、はい、昨日旧暦正月明けたばっかりですから。明けましておめでとうございます。そうですよ。さらに今2月9日配信予定でしたら、うん、節分も終わりまして、いよいよ本格的に2023年ルンキが動いておりますので、うん、はい、でここからなんですね、本当はね。飯田さん前行って俺を初めて聞いて、と思ったのが、そうそうそう、初詣。そうそう、初詣はここで行くんですよね。そうだ、ここまでで買ったお札とか、うん、あのお守りはゴミです。いや、ゴミまで言い過ぎなのよ。あ、でも一応1年効果あるんで、別にそこは構わないんですけど、はいはいはい、ここからの方が本当は区切りとしていいので、いや、まだまだ知られてないと思いますよ。みんな一生懸命1月1日行ってますよ。あら、1月1日じゃないもん、そんな旧暦ってカレンダー書いてあるでしょ、そんな。何よ、いや、もう知らなかった。だって飯田さんと知り合うまで旧暦正月っていう存在を知らなかったですもん、俺。それはもう頭おかしいあるよ。本当かな、みんな知らない、みんな知らないんじゃない。習う、生駒さん知ってました。あ、知ってるんですね。知ってるよ。いいこぶって。いいこぶってじゃないよ、生駒さん。いいこぶってないよ。だからこの、はい、このなんですか、公開収録、はい、そうなんです。覚えてます。いや、もうでも何やったっけ、初めてすぎて、もう本当スタッフさんがめちゃくちゃバタバタしてて、それで最終的に飯田さんがもう本当本番5分前ぐらいに、もうみんなを占えばとにかく盛り上がるからっていうことで、もう占おうっつって、もうそれでいいじゃないかっつってなって始まったんですよ。だから結果的にはね、なんかすごいもうたくさんの人が占ってもらえてよかったっていう。よかったよかった。まあ、なんかすごい喜んでましたよね、やっぱ初めてだから。まあ、でも公開収録が初めてなんで、またなんか面白かったイメージがありますんで、よかったら全国でやろうよ。あ、いいじゃないですか。東京だけと言わず、あ、47都道府県、やりましょうやりましょう、全部回ろう。あ、これはいい。でもね、なんか最近はなんかちょっと YouTube を見てますとか、このやつ見てますとか、億万ちゃんの知名度の上がり方、いやいや、言ったらもうワーキャーだもん、ね、ワーキャーではないですよ。誰誰って言われましたよ、この前最前列。うちはあった、うちはうちはね、ありがたいことやりましたけども、まあ、でも公開収録でいいですね。我が県に来てほしいっていう人は送ってください。あ、これはすごい。抽選で行こうよ、そこ。すごいすごい、いきなり緊急企画緊急企画始まった。やるやる、我が県に来てほしい。でもしばらく移動できないから、ね、まあね、もう本格、そう、忙しい、もう執筆忙しいですから。え、もうもう2024年、まあ、今年は始まった、もう2月の9日でしょ。もう2020年11月入ってるから、もう3月からは本編入るから。いやいや、今年まだ始まったばっかなんです。もう俺なんか24年が始まってます。もう25年のこと考えてますから。やばいな、とっくに終わってます、23年なんて。いやー、もう体壊さないように頑張ってください。はい、はい、ということでですね、はい、ステージで、飯田さんが鑑定された人たちの模様をちょっとねお送りしていきたいと思います、はい、まず一人目はまめこさん、20代前半女性。まめこさんは看護師をされており、お悩みは今働いている場所での契約がそろそろ終わってしまうので、この先の仕事運を占ってほしいというものでした。それではお聞きください、どうぞ。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。あったー、イエーイ、あーれー、ああー、うちわ、うちわが、億万うちわとゲッターズイーダうちわが、よろしくお願いします。あ、そうですか。はい、ということで、じゃあいいですか、自己紹介していただいて。あ、どうぞお願いします。あ、いや、自己紹介していただいていいですか。あ、どうも、占い師のゲッターズイーダ。あー、よいしょ。ねえ、お願いします。アシスタントの億万でございます、ゲッターズイーダの占いにあるコンテンツ、ウェブラジオ幸せ満開億万回初の公開収録でございます。よろしくお願いします。さあ、まあまあ合間にいろいろとお話をしながらやっていきたいと思いますので、ここからじゃあ、うん、どんどん行きましょう。抽選で占っていきたいと思います。抽選ボックスが、抽選ボックス、あー、ありました。でももうさ、億万さん、抽選をやるよりさ、はい、やっぱ全員やっぱ出た運は自分で掴んでほしいと思いますので、じゃんけんしましょうか。あー、じゃんけん、全員立ちましょうか。全員スタンドアップ。これはね、あの抽選箱もやりますけど、はい、
はい、おめでとうございます。あなたです。お願いします。すごい、やりましたね。早いですね。どうぞどうぞどうぞ。こんばんは。こんばんは。まあね、こんにちはじゃありませんからね、大体ね。いや、よかったですよ。あー、おめでとうございます。よかったよかった。どうぞどうぞ。生年月日の名前どうぞ。いや、結局でも1回目じゃんけん全員に勝っちゃったっていうね。じゃ、これこの間5回勝っちゃったの。そう、無駄にただじゃんけんしただけだったんで。 その間1人占えただろう。そうなんですよ。いや、5連勝したんですよ、このパターンで。だから、これで6回目で勝った人もあれだったんですもんね。結局最終的に抽選箱の人だったから全く意味なかったって。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はどちらから。千葉から。千葉から、遠くから。じゃあなんかペンネーム的な、何、なんかハンドルネーム的なやつ、一応なんかこれ忘れてますけど、一応公開収録なんで、はい、あのお名前いいですか。まめこです。まめこさん。あ、はい、もう飯田さん今日はあの初めてで。初めてです。初めてで、はい、じゃあ今日何聞きましょうか。仕事、うん、仕事、うん、恋愛じゃないの本当は。恋愛も気になってるんですけど。恋愛の方が気になるでしょうよ。仕事なんていいでしょうよ、恋愛でしょうよ、大体。やめな、やめな、そんな。絶対恋愛聞いた方がいいって。親戚のおじさんか、お前。すいません。めんどくさいやつだな。あ、もう出ますか。あ、もう、大丈夫です。でも恋愛は聞いた方がいいと思う。そうですか。仕事は大丈夫だよ。本当ですか。できるから。できますか、ね、できるよ。あんなスッと来た人は絶対仕事できる人だから。いや。大丈夫。恋愛聞いときな。恋愛。ああ、俺もだって恋愛聞いたもん、ちゃんと。どんなこと聞いたんですか。ああ、この人と結婚していいかっつって。ダメって言われたんだから。で、タイミングはこのタイミングですよって言われた、そのタイミングに結婚しました。あ、すごい。そうだね、奥間くんね。じゃあもう行きましょうか。はい、ではではでは、はい、両手はすいません。さあ、両手。さあね。お、当たりますから。そっか、じゃあ理論と理屈が好きなので、はいはい、探求心と追求心あるんですが、もともと真面目な変態なので最高じゃん。真面目な割には変わり者だし、変わってる割にはすごくなんと自信がないし、謙虚ってビビっちゃうところが癖なタイプだと思います、はい、で、金の羅針盤なので、ここ1、2年でまあ人脈広がったりとか求められること増えて、まあまあ登ってる時なので、はい、待ってください。どうしたの。金の羅針盤ですか。金の羅針盤、はい、あ、違う、金の時計だ。金の時計なので。おー、間違えた、びっくりした。金の時計の人で、うん、ちょっと環境に飽きてきてるので、変化がここから始まるので、2020、21って流れはいい分、来年からポジション変わったりとか、変化がたくさん来るので、それで学べることがたくさん増えてくるので、そこはいいと思います。で、仕事はそうだね、秋がもう昨年の段階で来てるので、あの下一桁9番持ってる人、僕も持ってます。9番持ってる人って回転が早いので、飽きるまでのスパンが他の方だったらもう1年ぐらいあるのを結構手前で切っちゃうので、その分時代を作るっていうタイプでもあるので、切り替えるなら本当は今すぐなんですけども、はい、来年再来年下一桁6ってちょっとド M なの、僕もそう、 M 気があるんで、意外と辛い環境が頑張れちゃうみたいな、悪くないなみたいな、しんどいって言いながら残れるタイプなので、はい、多分そこをずっと通っていくなっていう、多分偉くなると思いますよ。お、本当ですか。何の仕事してます今。今は私看護師なんですけど、今派遣で働いていて、でそろそろ3月までなんですよね、その今の仕事自体の契約が。なのでどのタイミングで動いたらいいのかなっていうのと、どうしようっていう。春に切り替えるのは美容系に行くか、美容系、看護の全然、あ、この仕事もあるわっていう、なんか利用できるものの方に切り替えるといいです。あれがいいです、本当は。なんですか。あのこの仕事難しいか。あのドラマの、指導係とかってことです、ドラマの指導係。ドラマすごいくないですか、その仕事。ドラマの看護師さんとかお医者さんとかって、注射のやり方って指導する。あ、なるほど、そっちのですね。映画とかドラマ技術指導みたいな、舞台の技術指導の仕事ってあるんですよ。へえ。なんて名前の会社だったかな、それ知ってますよ、僕知り合いがやってるんで。で、看護師さんがよく来るんです、お医者さんも。その派遣でこういう状況でちょっと嫌でって、結構莫大にお金を稼げないけど、芸能人会えるからいいやと思ってやってる人多くて、ハサミの持ち方とか全部指導してとか、並べ方これですとかって、一通りちょっと細かいのはあるんですけど、そういう看護のとか医療の技術を持ってるけど
やることちょっと違うみたいな、ちょっと角度が変わってくるみたいな。楽しそうですね。そう、なんかそれが面白がれる。楽しそうですね。すごい、もうほとんどハローワークになってますよね。ね、いや、いいじゃないですか。そのぐらい変えるぐらいの方がいいですよ、次です。わ、ね、かりました。だったら、IT の世界来たりとか、でも企業のお医者さんもいますもんね。そのはい、いますね。ああいうの入っていくとかすると、はい、ちょっと興味があります。はい、あ、本当ですか、うん、そういうのをやるといいですよ。あと何かお聞きしたいことあります。あ、恋愛に関してはもう恋愛、うん、恋愛か。もともと真面目な男が好きだったんですけど、変な男にしかハマんないので、男見る目はゼロです。それどうしたらいいですか。それって言われたら男を見る目ゼロな人はどうしたらいいんですか。選ばなきゃいいんです。え、選んじゃダメです。選ばれるってこと。自分が好きだと思ったら間違えてるって思えばいいんです。楽しくない。そんなの楽しくない。自分の好きなんて、そんなもともとそんなあやふやな感情にも動かされる。あやふやじゃないですよ。あの人のことを思ってね、夜も眠れないわけでしょ。ならない。今いない。人に興味ないですよ、まめこは。まめこさんね。人に興味ないですもんね。誰でもいいですもんね。意外と誰でもいい。なんで俺のことすげえ見てんだよ。人情家でもあり人とのフレンドリーに話せるけど、はい、恋となると才能が好きだけど、うん、外見的要素はそこまで強いわけじゃないから、はい、個性的な人とか才能さえあってちょっと変な人が好きですよね。金遣いが荒いのは嫌だけど、まあ、それ以外だったら意外と受け入れてくれる。どうしたらいいの。じゃあ選ばない。選ばれるような魅力的な自分になるってことですか。誰でもいいと思います。誰でもいい。でもあれさ、恋って結婚、はい、ちなみに今日独身の人、独身、あ、多いな。多いな。選ぶからです。選ばなければいいです。選びたくない。でも選びたくない。じゃあ正確には誰とでも結婚できる自分にどう成長させるかが大事です。どんな人とも仲良くなれて、どんな人とも喋れて、うん、どんな人も楽しい時間を過ごせる自分にどう成長させるかが人間として大事なこと。あ、なるほど。あの人嫌い、この人嫌い、あの人嫌だ、あ、デブだから嫌いとか、うん、あ、合わないって言って弾いてると、うん、じゃあお前は何なの。まあ、そっか。どれほどの人間なのって思われるように逆に指さされるから、いや誰でもいいんですよ、はい、皆さん合わせられますよってやってると本当に誰とも合わせるいい人が素敵な人が。でも1個ぐらい条件いいですか。その譲れない条件1個ぐらいあってもいいんですか。その選ばないってなっても、それもダメですか。あ、でもそれは20代は3つ。お、3つ。20代前半は3つです。3つ、3つ言っていいです。20代後半は2つです。あー、減ってきた。やばいやばいやばい。30代はもう1個です、35以降はもう生きてる以外ダメです。でもその条件生きてる。1個も1個も。ずっと生乾きの T シャツを着てくる人とか嫌じゃん。ドライヤーでバーって、ドライヤーでバーって、ドライヤーでやったら今日ってやってブーって。違うんですよ。風向きの。それは選ばせてくださいよ。風上いればです。風上いれば。清潔感はいいでしょ。でも選んでもそこだけはお願いします、先生。清潔感だって大丈夫ですもん。大丈夫ですか。大丈夫です。一回お風呂行けばいいです。お風呂行けば。でもお風呂行ってもう一回その汚いシャツを着てるんだよ。そいつは多分捨てればいいです。あ、そっかそっか。そっか、ユニクロね。そうそうそう。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてはマメリッコさん、20代後半女性ですね。飯田さんのおかげで子供を授かりました。いや、ここだけ聞くと俺が代打みたいな感じ。いやいやいや、そう思わないでしょ。思わないでしょ。いや、占いででしょ、これ。飯田さんこれやばくない。子供飯田さんのおかげで子供を授かりました。俺絶対抱いてるよ。そんなはずないだろ。違うでしょ、これ。飯田さんの占いのおかげで子供。占いって書かない。あ、そうか。飯田さんのおかげで子供を授かりました。絶対俺が抱いてんじゃん。そう、俺が抱いてんじゃんって。大体そういうの俺が言ったりするんですよ。なんで自ら。飯田さんの、じゃあまあ占いですね。そう、占いで何でしたっけ、なんか言った時期に行ったらお子さんができました、いたよね。いました、いました。そんな抱いたってならないですよ、これ聞いた。なるよ、ここだけ聞いた。飯田さんのおかげで子供を授かりました。その感謝をお伝えしたかったんです。というところからスタートするのですが、この後しっかり占いもしています。ではそちらの模様をお聞きください。さあ、じゃあこっち行きますか。あ、そうですね、そっちも行きましょうか。ちょっとね、じゃあ飯田さんが引かないとさ、億万が選んだから私当たんなかったんだみたいになりますからね。二、はい、人目占い、いいですね。3人目かも。どうぞ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 、前の方へお願いします。びっくりしますよね。そうですよ。でもこの前、ね、大阪でこうやってライブもやってて、 あれ、うん、そうなの。どうしたんですか。吐きそうですか。大丈夫大丈夫。吐くなら帰ってください。億万が気持ち悪くて吐きそうだった。生年月日のナンバーです。結構ショックだよ。そしたら俺